皆さんこんにちは、白川美月と申します。今週もパッケージ新作ゲーム紹介コーナー、白川の電脳遊戯速報、今週もそのお時間がやってまいりました。今週はどんなゲームが発売されるのか、早速6月6日から6月12日までに発売されるコンシューマーパッケージタイトルを白川と一緒に見ていきましょう。クワリー、悪夢のサマーキャンプ。この恐ろしい結末を作ったのはあなた。夏の終わり、ニューヨーク州北部の人里離れた森の中、アケット採石場のキャンプカウンセラーを務めていた若者たちはサマーキャンプ最後の夜を過ごします。キャンプ場に残されたのは自分たちだけ。彼らを縛る規則はもうありません。この映画のようなスリリングなストーリーの中で、一晩のパーティーは先の読めない恐怖の一夜に変わり、9人のキャンプカウンセラーたちの運命はプレイヤーであるあなたの手に委ねられています。あらゆる場面で生死を分ける選択を迫られ、ストーリーはプレイヤーの選択によって様々に分岐していきます。どのような選択をしても、ゲームは進行していくシステムになっています。ゲームオーバーではなく、成功しても失敗しても決めあぐねても物語は展開していきます。果たして9人のキャンプカウンセラーたちの運命は一体どうなってしまうのでしょうか。マリオストライカーズバトルリーグ、格闘技×サッカー、ルール無用の新スポーツストライクが開幕。ラフプレー、アイテム攻撃、必殺シュート、何でもあり。5対5で戦う新スポーツストライクでマリオたちが激突。シュート力やパス精度など選手たちの能力や見た目をギアでカスタマイズしてチームを編成。お裾分けプレイにも対応し、任天堂スイッチ1台で最大8人まで遊ぶことができます。オンラインにつなげれば、フリー対戦の他に最大20人までが登録できるクラブチーム同士で対戦するストライカーズクラブで、世界中のライバルたちと競うことができます。過激なテクニックを使いこなして、勝利をつかめ。いかがだったでしょうか。今週は紹介本数が少ないながらも、白川的には非常に気になるゲームが揃っていました。来週の電脳遊戯速報もぜひ、チャンネル登録と通知をオンにしてお待ちいただけますと幸いです。ということで今回はこの辺で、またお会いしましょう。白川美月でした。